黒と柔らかい黒豆を煮ます。ちゃんと喋るの？お砂糖、醤油、でお湯を、6杯、2、3、6、これじゃあ5時間以上経ったので火をつけます。中火です。中火にかけて沸騰するまで煮ます。はい、沸騰してきてアクが浮いてきたらきれいにアクを取ります。1/2の水を入れて再び弱火で沸騰するまで煮ます。でもう1回アク取りをします。2回目アクを取ります。きれいに取ります。はい、カップ2分の1の水を入れます。ここで落とし蓋をして柔らかくなるまで弱火で煮ます。サビクギも重曹も入れてないので変な匂いもせず自然な味に仕上がります。はい、ふっくらと柔らかく煮上がりました。出来上がりです。はい、終わり。